榊の息子シルバーがロケット団ボスになり、ロケット団は完全復活したが、余計なことに首を突っ込むまいと、サトシたちは次のジムがあるタンバシティへと向かっていた。時にダネフスさんよ、波乗りできるポケモン欲しくないか？ポケモンの背中の上で釣りとかしたくないか？したいーしよう、早くしよう、ビクンビクン。ニドキングマサキは？あいつの背中結構トゲトゲしいじゃん。もっとこう優しい感触で気持ちよく波乗りしたいんだよ。ラプラスは？いや、できれば上都地方の新しいポケモンがいいな。マリルは？いや、俺とお前が乗ったら沈むやろあいつ。マンタインは？名前がちょっと刺激的すぎる。一歩間違えたらマンクインだよ。マンタインに謝れ。あんまパッとしたやついねえな上都。泳げ。若田もこの際ポケモンじゃなくてもいいよ。ポケモンじゃないとダメだろ。ジュラトドス君に決めた。とはならんやろ。あんな泥の中で生活してるやつぬるぬるで乗れないよ。ポケモンにしなさい。こうなったらカスミ捕まえるか。お？ウパーや。ウパー水ウポケモン、水と地面タイプの珍しいハイブリッド、草タイプに弱い。こんなスクエニ出身みたいな顔だったっけ？整形したんじゃね？なるほどな。人間が顔のパーツにコンプレックス持つんだ。ポケモンが整形するくらいおかしくないか。何箇所もいじるときりないからほどほどにするんだぞ。次は鼻いじるよ。はい、言わんこっちゃない。いや、まずいじる鼻を用意しないと。鼻ないや。体の適当な肉そいで鼻にしてもらう。グロいね。飾りでいいのね。とにかく高い鼻が欲しい。カイジみたいな。あの人は顎だろ。顎は城之内だろ。顎は三剣咲夜先輩だろ。いや、別に顎で張り合ってねえんで。お前が顎高くしたいって言うから言ってねえよ。なんやねん顎高くしたいって。高い顎ってなんやねん。でもダウンタイム辛くね。めっちゃ痛そう。あー、それほら痛み止めで乗り切った。痛み止め。ラキソニンとモルヒネ。それなんてすごい傷薬。あとストゼロ。それは痛み止めというか忘れようとしてるだけでは。うるせえよ。痛いのはインスタのストーリーだけで十分なんだよ。こいつおもろいな。ダネフシャン。はい、採用。応募してねえんだ。お前俺んとこ来ないか。ポケモンバトルはスカンのだ。それはなぜか。理由を述べよ。お前ら考えたことはないか。なぜポケモンバトルが存在するのか。あれは何の目的がある。誰が何のために始めた。なぜポケモン同士で争わなければならないのか。何こいつだる。やっちゃう。やっちゃう。エンタメだ。見せ物にされているんだ。平和ボケしてんだよこの世界は。ポケモンが戦ってるのを見て戦闘を疑似体験して楽しんでいるんだ。自分は傷つきたくないのにな。他人を傷つけるんだな。マーマー、あの人なんだか怖い。見ちゃダメよ坊や。あれはウーパーの皮をかぶって働いてないおじさんよ。あの言葉には小さじ一杯のお塩程度の重さだってないのよ。まるでダメなおっさん。まだおだね。おい待て、わしは戦いは嫌いだが戦わないとは言ってねえ。お、なんだ、やんのか。ワイに勝ったら仲間になってやろう。勝負だ。叩きつける。あたった、あばら折れた。100本そんなにねえだろ化け物かよ。じゃあ本気を見せてやるよ。ガムガムの打ち。ううえ、なんかごめん、溝落ち入ったわ。溝落ち。おる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 。なんでだよ。ワイフな酔いするの思い出しちゃった。そういえばそんな設定あったな。てかこれ小動物いじめてるみたいで辛いよ。やめよう。今日はこれぐらいで勘弁してやるよ。いや勘弁してくださいだ。ところでなんでこの船乗ってんのお前。タンバシティのカキ小屋に行こうかと。いやそうじゃなくて。ってカキ小屋いいな。普通に泳いでけよ。そう、それ言いたかったの。あー、わし泳げんのだ。やっぱお前いらんわ。